さん、お疲れ様です。FM アキチャットの中村てと、森谷です。よろしくお願いしよろしまくお願す。いします。ということで、はい。今回なんですけど、2024年4月になって新年度になったおお。ということで、昨年の振り返りみたいなものと、2024年度、今年度の抱負みたいなところをちょっとお話ししたいなと思っております。それと最後にですね、皆さんにちょっとお願いがありますんで、最後まで見ていただけると嬉しいです。昨年撮った動画たちを振り返って、FM アキチャットとしてどうだったのかみたいなところをね、簡単にお話ししたいかなと思うんですけど、どうでした？そうですね。なんか一個新しい取り組みとしては、やっぱり勝山の実際に現地に行って参加してくれたみんなとプロジェクトやったって動画を撮れたのは、すごい新しい取り組みとしてよかったなと思っていますね。今までこう会ったことない、見てくれてる人とこう一緒にプロジェクトできるっていうのは楽しかったですね。去年で言えばもうそれがメインだったっていうとこでメすインでね。したね。勝そうです山に行っね。て、そのプロジェクトの進捗とかを動画にしてったっていうところがメインで、もちろん新しい試みでね、すごい楽しかったし、視聴者の建築学生さんにもたくさん会えて、それは良かったかなと思うんですけど、多分空き家改修で応募してくれた人はね、見てくれたかなと思うんですけど、そうじゃない人たちはね、興味を引ける内容じゃなかったのかなとも思いつつ、なんか温度感伝わりにくいとこありますもんね。実際に行ってないとみたいな。ので、いや、その点難しかったなと思いました。昨年度はなんかこう狭く深くだったなと思っそうってすいね。ましたね。これまで広くみんなに情報を届けた中で、一回狭く深く関わってみたみたいな年だったかなと、そうで思っすてまね。すね。本当はね、本当はっていうか、想定では、どっちもね、普通の今まで通りの動画も出しながら、勝山の動画も出せたらよかったんですけど、なかなかちょっとね、忙しくもあり、できなかったっていうのはあるんで、2024年はね、ぜひそこを改善していきたいなと思っておりますと。やっていきたいですね。そうっすね。けど、2024年度の抱負みたいなところで言うと、今年もね、勝山の動画を撮る予定なんで、それプラス通常動画というか、建築学生さんの悩みを解決していく動画みたいなところを撮れたらいいかなというふうに思ってます。何かありますか、抱負。抱負、こう、インタラクティブにもっといろいろできるといいなみたいな思いましたね。例えば、こう、会話的に、ライブ配信とか一番そうかもですね。こう、FM はチャットなので、チャット会話できるといいなみたいのはずっと思ってるところだったので、こういうのどうなんですかねってに対してすぐパッと答えれるとか、なんか気になってることとか、お悩み相談とかもらって、で、それに対して答えれるみたいなチャンネルになるといいなと。一方的に発信というよりは、お互いに情報を出し入れ、会話できるようなことが今年できるといいなと思ってます。そうですね。実はね、昨年の夏前ぐらいに、私、週1でライブ配信やってみようみたいなのをやったんですよ。見てくれる人も多かったし、質問も多かったので、ここで今ね、考えてることあるわけですよ、2人でね。そうですね。それをありますちょっね。と実現するために言っちゃうと、月1回はライブ配信したいなと。2人同時にやるのか、夜なんでね、時間が合わなかったら、守谷会、中村手会みたいな感じでやるのかっていうのはちょっと考え中なんですけど、まず一つとしてはライブ配信を月1回以上ぐらいできたらいいかなと。で、通常動画に関しては、最低ね、週1本は出したいなと。いや、そうですね。出したいですね。出したいとは思ってます。出したい。っていうところ、もう出せなくても来ないでください。でも週1本出すことを目指したいと思っていますと。そうですね。で、もう一つ、大きな目標というか、達成しないといけない目標なんですけど、私たちこのね、チャンネルを始めた時に予想を立ててたわけですよね。で、チャンネル登録者が、もう建築学生向けって絞って、中でも私たち2人が衣装系だったんで、衣装っていうところに絞ると、どんなに頑張ってもチャンネル登録者って4000人ぐらいだろうという想定があったわけですよね。
始めた当初、それが今はもうすぐ8000人ぐらいになるのかなってところで、まあ思ってたよりね、チャンネル登録者が増えていて、でまあもちろん学生の入れ替わりもあるんでしょうけど、4000人を超えてからそこまで意識してなかったんですけど、まあ、こうなったらね、やっぱ1万人を目指していこうと。いうのが、まあ、今年2024年度の目標にしようかなと2人で思っているところです、うん、はい、いやー目指したいですね、目指したい1万人、ね、うんうん、まあなんか数が目的ではないんですけど、でもやっぱりそれだけの人たちが見てくれてるとか、うん、まあ、逆に言うとみんなの悩みを相互に共有できるっていう意味ではやっぱ人がいるといいなと思ったので、うんうん、結構目標にしたいなと思ってますね、うん、なんで今年の目標はまずチャンネル登録者1万人を目指す、うん、に当たって月1のライブ配信をやる、はい、で通常動画は最低週1本、うんうん、志低いかないやいや、まあまあ上げすぎず、うん、まあ、ちゃんと動画をね、うん、出していければその分ね、うん、皆さんの役にも立つかなとは思うんで、うん、チャレンジしていきたいなと思っております、うんうん、思います。はい、ということで本題というか、はい、お願いになるんですけど、うん、まあ、先ほど言ったね、うん、通常動画週1本をやっていくにあたって撮る内容はいろいろ2人で精査をして、結構こういうの撮ったらいいっていうのはすごいねたくさん集まっているんですけど、去年できなかった建築学生さんに寄り添った投稿みたいなところをよりしていきたいので、ぜひねこの動画のコメント欄に質問を書いてほしいなと思っております、うん、コメントをね書いてもらって、でそのもらったコメントに対して回答動画を撮ろうかなと、一つの質問に対して一つの動画を撮るっていう意味です。そうするといろんな質問の中でもいろんな内容をお話しできると思うんで、そういったことを FM アーキチャットを動かすという意味でも、コメントに対して回答動画を作っていくっていうスタイルを今年ちょっと撮ってみたいなと思っております。で本当にね、友達にバレたくないっていう方はサブアカウントを作ってくれてもいいですし、本当に見られたくないっていう、質問も見られたくないっていう人は最悪インスタグラムとかの DM でもいいので、今悩んでることとかどうやったらいいんだろうと思ってることがあれば、ぜひこの動画のコメントに書いてもらえると2人で協力できるかなというふうに思っております。いやー、なんかこれはもう学生社会人共通だなと経験値で思ってるのが、うん、なんかまあイベントでも授業でもそうですけど、質問できる人って強いなって思う、ね、うん、確かに、うん、僕はなんかできるかっていうとまだ自信ないとこもあるんですけど、やっぱみんながこう、うん、どうしよう言おうかどうか悩んでる時に入ってこう上げれる人ってやっぱりすごい優秀な人ばっかりだなと思って、うん、内容は別にそんなに難しいこと聞かなくてもいいなと思ってて、うん、その場で聞けるっていうことが多分何かを変える第一歩なんだなと思ってるので、うん、まあ、そういう意味で、うん、なんかぜひコメント欄で質問するっていうのが動き始めるといいなと思ってました、うんうん、そうですね、なんか出てきてくれた質問には僕たち本当に真摯に答えたいなと思ってるので、うん、どんな質問でも受け付けてます。今まで撮った動画の内容を見返せばいいじゃんみたいな質問でも大丈夫です、うんうん、新しく、うんうん、私たちもアップデートして回答していきたいなと思ってるので、うん、よろしくお願いしますと、まあ、新学期なので気持ち新たに皆さんと一緒にいいチャンネル作れたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。この動画がいいと思ってくれた方はぜひ、うん、グッドボタンとコメントとコメントとコメントをよろしくお願いしますお願いします。今年1年いい年にしていきましょう。それでは皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。